皆さんご機嫌いかがですか。車好きのパラダイスザ・モーター・ウィークリー DJ の藤本恵美里です。今日も30分間ディープな車の話題で盛り上がっていきましょう。さあ今回のザ・モーター・ウィークリーは人気シリーズの一つ青い目が見た車選びをお送りします。外国人ジャーナリストの目に映る日本の車事情やとっておきの新型車情報などグローバルレベルで見たマニアックトークをたっぷりとお送りします。コメンテーターはこの方です。国際モータージャーナリストの青い目ではなくヘイゼルアイのピーターライオンさんです。ピーターさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ピーターさん最近はどうなんですか。海外が多いですか、それとも日本の方が多いですか。日本の方が多いですね。やっぱ夏休みは日本でちょっとゆっくりしようかなと思って軽井沢とか行ったりして。あ、涼しいですよ。あれピーターさん何夏休み遊びに行かれたんですか。はい、ちょっとね、いいよね軽井沢。もっとね2ヶ月ぐらいそこにもういたいんですよ夏休み終わっちゃいますからねその期間だとね。さあ今日はじゃあちょっとねそんなたっぷりですねピーターさんお休み取られたということで、はい、元気いっぱいでよろしくお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。さあメッセージいただいてます。こちらは静岡県からいただきましたね、村上さんありがとうございます。毎度車情報分かりやすい説明で聞きやすいです。ホンダ NBOX プラス車の後部の床の斜めの説明に聞き入って納得できましたというメッセージ。先日ね NBOX プラスもご紹介しましたけれども嬉しい、ありがとうございます。そして今乗りたい車がトヨタ86か BRZ ですというメッセージをいただきました。これねやっぱりピーターさん、うん、日本人として、はい、そのトヨタ86と BRZ がじゃあどんな風に海外では伝えられているのかななんていうのも気になるので、この後そのあたりもぜひ教えていただいてもいいですか。もちろんもちろん楽しみにね、はい、ピーターさんもなんかちょっと今表情変わりましたもんね、うんうん、この車たちはねもう本当に待ちに待った日本をこうリードするような車ですよね。じゃあ後ほど、はい、はい、さあ番組では皆さんからのメッセージ募集中です。メールアドレスは mw@interfm.jp mw@interfm.jp。 番組の感想はもちろんこんな車を特集してほしいなど何でも結構です。お待ちしています。さあ今週のザ・モーター・ウィークリーは外国人ジャーナリストが見た車選びお送りします。ピーターさん改めましてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう今日はですね教えていただきたいことがたくさんあるので順番に一つずつちょっと質問していってもいいですか。うん、はい、いいですよ。まずは、先ほどのメッセージにもねありましたけど私も大好きな車トヨタ86とスバル BRZ、はい、この2台海外でも大変な人気だそうですね。実はね日本よりも大変な人気なんですよ。え、日本よりも、はい、日本よりも海外の表紙に乗るぐらいカバーストーリーになるぐらい大変な車たちなんですよこれは。で例えばね、はい、アメリカの有力誌モータートレンド、アメリカでナンバーワンのカーマガジンなんですけど、はい、もう BRZ が出る前から表紙に乗ってるんですよね。でその編集長が乗って数年に一回は数百メートル走っただけでこいつは特別だと思わせる車が現れる、そこまで言ってるんですよね。つまりこれは BRZ だ、86も彼は乗ったんですけど彼も両方ともすごく高く評価されてるんですよね。でどこがいいかというとやはりまずはデザイン、デザイン、はい、やはりプロポーションがつまりシルエットが非常に綺麗、はい、よく撮れてる。あとはやっぱり手頃な値段ですよね。値段もあと性能的にエンジンとかミッションもすごくいいし、やっぱりスバルが作ってるもんですから、うん、何よりもね後輪駆動つまり FR ですよね。それすごく高く評価されてる。ピーターさんその、雑誌海外メディアっていうのは日本車にはすごい辛口だっていう話を以前教えていただいたんですけど、うんうん、そのピーターさんのオーストラリアとかではいかがですか。はい、なんかオーストラリアではね本当にすごいウイルスという雑誌があるんだけれども、はい、で、はい、その雑誌の表紙にも載って、なんとねトヨタがポルシェを打ち負かしたとまで言ってる。え、
ポルシェはどの国でも非常に高く評価されてるんですよね、うん、はい、あのボクサーでもケイマンでも911でも。でそういうね車と比較することによってその86とか BRZ の地位が上がるんですよね。実際サーキットで走ってみる、はい、つまり86とボクサーを同時に走ってみて、やっぱりねコストパフォーマンスがね、うん、86の方が全然高い。でも、うんうん、86はボクサーについていく、うん、あのサーキットでねタイもほとんど同じだしハンドリングでもすごく近いし、ポルシェと肩を並べたっていうぐらい高く評価されてる。わでそのウィルスという雑誌もはっきり言ってるの。だからそこまではっきり言った媒体はあんまりないんだよね。すごい86と BRZ すごい。でしょ？うーん、やっぱりヨーロッパの車と比べてもかなりかっこいい。いや日本車がね高く評価されるって言ってやっぱすごく嬉しいですし、うんうん、86と BRZ の登場が日本だけじゃなくてその世界をもう変えてるっていうのはすごいなと。日本はねやっぱり歴史があるからねそういう車はいっぱいあるんですけれども最近はないんだよね。この10年間はあんまりかっこいいっていうね日本車はあんまり出てないでしょ。そうなんですか、うんうん、三田さんもまあ、ね、86と BRZ 以外に、うん、それ以前に人気を集めた日本車っていうのはないんですか。かなりあるよ。ありますか。ありますか。あんまり忘れてはいけないもちろんあのトヨタの 2000GT その今度か、はい、あとねマツダのコスモ、ロータリーエンジンの、そう、はい、一番最初のロータリー。今でもねあのたまに海外でもピックアップしてすごいフィーチャーしてるんですよね。昔のかっこいい日本車っていうことで、 あのラインはやっぱり独特ですごいかっこよかったね。すごい、あの私も実はうちの近所に泊まってるんですね、コスモスポーツ、見に行っちゃったりしますもんね。そうでしょ。わすごいな。やはり綺麗でしょ。うん、あとねやっぱり日産の、まあ、日本でいうフェアレディ Z、 海外では 240Z っていうね、アメリカで最初に出た 240Z、 フェアレディ Z 70年ぐらいだからちょうど30あれもう40年前ですね。40年前の42年前に出たんですよね。うーん、でその後に今あの 270Z とかあと 350Z もすごいかっこいいとされてる。あとやっぱりマツダの RX7 とかホンダの NSX とかねトヨタのセリカとかこういう車たちはすごくねかっこいいんですよね。どんどん出てきますね。そうまああのもちろん GTR とかスバルインプレッサとか三菱のランエボ、ランサイボエボリューションも、はい、あのすごくあの人気はある車なんだけれども、まあ、かっこいいっていうね、うん、意味じゃなくてコストファンパフォーマンスが非常に高い、性能的にもいい、コストパフォーマンスが高い、はい、ものにしてはすっごいいい、あの四輪駆動車でターボ付きで、でも価格は安い、うん、走りの部分みたいな、走りの部分ですごいあの非常にね高く評価されてるね、この車たちはね。うーん、あのピーターさんが最初の方で言ってくださったそのデザインがいい車、うん、かっこいい車、はい、日本車、あのものすごくこうエポックメイキングな車の名前が出てきましたけど、きっとそれだけでは人気にならないのかなと。それだけではない、やはり NSX はもう20ぐらいの、あのまあ、今エポックメイキングというそう革新的な技術が含まれてましたね、はい、あのまあ、そのエンジンもそうだけども、ギアボックスもそうだけど、ブレーキもそうだけど、あのアルミボディもそうだったんだけど、やはり、まあ、レクサスもねちょうど同じ頃に出たんだけども、それもすごくあのいろんな技術的には優れたものが出て、うん、やはりデザインと優れた技術が同時に出るとやはり世界は注目しますね。その両方がないと、だから、そうだからこそ今回の86と BRZ はやはりトヨタとスバルが共同開発で作ったボクサーエンジンで、ボクサーエンジンですよ、うん、ボクサーエンジンで後輪駆動、世界にないんですよそういうの。うーん、そういう意味でみんな注目してるからね。あ、まあ、なんかトヨタの車に水平対向エンジンっていうで、うん、スバル車で FR っていう、そのまた面白かったりするんですかね。その通り、その通り、うん、乗ってみるとすごいその楽しさが分かる。あ、ですね、うん、私も本当にね、86、まあ、BRZ もそうなんですけど、楽しくてしょうがなかったなと改めて思います、うんうん、ね、なんかそして本当にかっこいい日本車 BRZ86 が登場したことで、うん、またこれに続く日本車が出てくるんじゃないかななんて海外のファンの人期待してませんか。そうね、今ねみんな一番期待してるのはやはり次期マツダロードスター、うん、もうすっごいやっぱり世界で一番売れたギニスブックに載った、車ですからね、ロードスターは。ピーターさん、うん、私もすごくその話気になるので、はい、後半戦でそのお話またじっくりお願いいたします、はい。
さあピーターさん、今日はですね、もうピーターさんならではのお話を伺っておりますけれども、はい、人気企画でございます。さあここからは実はね、事前にピーターさんからこんなこと喋りますよっていうメモをいただくんですけど、はい、私もすごく気になっていた車の名前なんです。本当。はい。次期ロードスター。次期ロードスター。そうそうそう。あとまあ2年ぐらいで出ると言われてますけれども、うん、これはね本当に期待できます。これもちろんギニスブックに載ってるんだけども、はい、よりね20だから、でこの車初めて出たのは89年、だから23年前。23年前。はい。でその時はかなり軽い車だったんですよね。1000キロぐらいで、うん、結構小さな車で軽い車、まあ、ライトウェイトスポーツとマツダはいつも言ってるんですけど、はい、で少しずつモデルチェンジされるたんびにこう少しずつこう大きくなって重くなってきたんですよね。あ、どんどん大きくなってた。そう、はい、でマツダはそれはいけないっていうことで元に戻しちゃうの。あ、じゃあ今度の車は軽くなるんですよ。でエンジンがぐんと小さくなって、はい、燃費はぐんと良くなって、しかも排気ガスもぐんと綺麗になる、クリーンになる。でももちろんそのハンドリング、その走りの楽しさはもうそのまま保つという意味で、まあ、マツダのエンジニアは1000キロ切りたいって言ってるんですけどね。すごいですね。すごい軽い。だから、うん、すごい期待できる。あ、じゃあ気持ちは原点回帰 で、 そう、でさらにそれだけじゃなくて何かがあるよっていう期待もね、そうで、しちゃいますよね。無視してはいけないのはやはりマツダの新しいスカイアクティブという技術ですね。それをもう、はい、全面的にシャシにもエンジンにもギアボックスにも全部使う予定ですよね、マツダは。でそうすることによって車は小さくなるんじゃなくて、大体同じぐらいのサイズは保つと同時にもこう軽くなって燃費が良くなってクリーンになる。で値段は大体多分そのぐらい同じぐらいの値段で、楽しみだな。でしょ、うん、どうなるんだろう、気になりますけどね。そうか、じゃあ軽量化っていうのはなんかこれからのすごく重要、キーワードなんですね。本当に今ダウンサイジングとやっぱりより軽くするっていうのが、うん、メーカーにとって一番重要なポイントですよね今。そうだ、ピーターさん、そしてもう一つ、はい、RX7、 そして RX8 ときて、はい、かっこいい ね、 ね、その次はじゃあどうなるの、次期ロータリーと言ったらいいんでしょうか。そうね、これもまた噂なんだけれども、はい、だから RX8 の次は、まあ、RX9 っていうふうにこう言いたいんですけど、まあ、もちろん名前は決まってないんだけれども、はい、やはりマツダの一番の目玉はやはりロータリーなんですよね。でも今のロータリーっていうのはもちろん走りはすごくいいんだけれども、軽くてね、走りはいいんだけど燃費はあんまり良くない、はっきり言って。でそれを全面的に良くしなきゃいけないっていうことで、ロータリーにこう何かをつける、例えばハイブリッドとか、はい、ハイブリッドをつけることによってパワーはやっぱり上回るし、しかもクリーンになって、しかも燃費が良くなる。そうしないとつまり売れないでしょうね、これから先はね。いや本当にね、そのロータリーの市販車がなくなりますよね、うんうん、でやっぱりロータリーファンって寂しいなって思っちゃうじゃないですか。その通り、うん、だからどうなるんだろうと思ってたんですけど、うん、今度はやっぱ次の RX はやっぱりすごい、またデザインがね楽しみだと思いますよ。デザインも楽しみ。やっぱりマツダはもうはっきり言いましょう、はい、マツダは日本のデザイン界をリードしてます。お、リードしてると僕は思います。だからマツダの今のデザインはかなりかっこいいと思う。だからこれからのデザインはその次期ロードスターにしても、次期 RX、 まあ仮に9にという名前になってもすごいね、かっこいいデザインになって出てくると思うんですよね。それすごい僕期待してます。あ、なるほど、わかりました。なんかあともう一つあれですよね、ピーターさんならではのなんかすごい情報が書いてあったんですけど、これ言っちゃっていいんですか。いや、まあ言っちゃっていいか分かんないんだけども、86をベースにっていう、ここだけ言いますね。ここだけ、あなたにだけ言いますからね。でもこれ全部オンエアなのでちょっと流れてるんですけど、じゃあ噂ということで、噂ということで、実はトヨタと BMW が今共同開発をやってるっていうふうに、こう去年の12月に発表されたんですよね。はい、でそのトヨタはハイブリッドを供給して、 BMW はトヨタに対してディーゼルを供給するっていうね、まあ、組み合わせに なるんだけども、はい、でも最近聞いた話では、86、 今ね86の話だったでしょ、はい、86をベースに BMW がスポーツカーを作るという、すごいでしょ、すごいですよね、すごいでしょ。で BMW がサスペンションを担当するという、だからかなりハンドリングは期待できると思います。
だから BMW からもっとすごくあのかっこいい車が出ると同時に手頃な値段の BMW が出てくるっていうことですよ。誰でも買えるというそういう値段ですよ。すっごい話で、うん、うわーって大騒ぎした話なのに、うん、ピーターさんの声がちっちゃくなってるのがね、そうそうそう、気持ち的にあんまり言えないかな。今の話みんな忘れてくださいっていう。いや多分ね聞いたら忘れられないと思いますよ。ならいいけど、まあ、噂ですけどね。噂ですからね。あとホンダビートもね、次期ビートも、はいはい、多分ねビートと NSX の間ぐらいの車がね今開発されてるらしくて、まあそういう話はいいとして、いや、はい、ピーターさんどんだけ隠し持ってるんですか。すごいですね、いろいろね、うん、聞きたいですね。楽しいね、うん、はい、徐々に徐々にでもいいから出してくださいね、はい、そうですね、はい、ぜひねお願いします、はい。さあピーターさん、ここからはですねこの後出る新型車についても伺いたいなと思うんですけど、はい、まずはですね私がすごく気になっているプジョーの車、208、かっこいいねこれは。そうなんですか。これなんかねピーターさんも見られて乗られたっていう話を聞いたんですけど、うん、この車はねもうヨーロッパのね媒体にもうその市場リポートはもう載ってるんだけども、本当にかっこいいとみんな言ってるんですよ。でね、イギリスのオートエクスプレスという有力紙があるんだけども、その208の導入で、プジョは小型車のクラスのトップになったという、すごい賞を取ったんですよね。はい、小型車のトップ？トップになったっていうね、賞があるので、それをもう208がもうもらっちゃったの。それ、もうすでに。で、トップになった理由はやっぱり質感が良くて、何よりもスタイリングのかっこよさ、エクスティリアがすごい高く評価されてて、あと燃費が良くて、うん、エンジンも、まあ、小さいんですよね。 1.2 リッターのガソリン3気筒エンジンがあって、しかも CO2 がね100を切ってます。100グラムパーキロメーターっていうね、うん、まあ、キロあたりのグラム数なんですけど、100を切るというのは本当にすごい。100を切るっていうのはどれだけ大変なことなんですか？結構大変ですよ。だって日本をねリードするトヨタプリウスでも、はい、ヨーロッパで測ってみると105なんですよね。まあガソリンは多少違うんだけども、うん、だからつまりプリウスっていうのはハイブリッドでしょ。だからエンジンは止まったりするわけですよ、はい、で止まったりしてても 100をこう切ることができないっていうのはすごく難しい。まあもちろん日本では、まあ、ガソリンはもう少し違うので、日本では切ってますけどね、100切ってますけど、うん、でもヨーロッパでは105なんですよね。だから本当に大変なんですよ。だから CO2 は少ないっていうのはつまり燃費がいいっていうことですよね。だからそう両方をやっぱり考えないといけないですよね。そうですね、うん、なんか私たちってすぐこう燃費っていう数値を見ちゃうんですけど、うん、それと一緒にやっぱりその CO2 の排出量っていうのも合わせて気にしなくちゃいけないことですね。さあ208なんですけれども、日本では年内にね、そうですね、発売ということなので楽しみです ね早く乗りたいね。はい、うん、楽しみに待ってます。藤本エミリの車で皆さん、ここでちょっと趣を変えて、大人のエミリがお送りする藤本エミリの車でボンジュール。ここでは私藤本がヨーロッパやフランス文化、そしてフランス車について皆さんに紹介していきます。では今日もエミリのフレンチテイスト、召し上がれ。さて今回は前回のボンジュールに続き、プジョー3008に乗っての茨城へのドライブのお話です。3008は欧州では人気のカテゴリー、都会派のクロスオーバー SUV、 走りもいいんです。茨城ドライブ、水郷県民の森を後にした私たちは、続いて涼を求めて水辺へ。茨城県潮来市の潮来遊覧船に乗ることになりました。この遊覧船は千葉県と茨城県の県境を流れる日立利根川の南岸に位置する水路をめぐる船のツアー。民家をつなぐように架けられた12の橋を見ながら、穏やかな水郷の自然と古き良き日本の風景に出会える素敵な散策です。日差しの中、水辺をゆっくりと進んでいく船での散策は、
爽やかで本当に気持ちいい。3008の大型パノラミックガラスルーフから差し込む明るい光と同じくらいの開放感。暑い夏のドライブでも気持ちよさを感じられる車っていいですよね。しかもプジョーらしい走りが楽しめます。船を降りた後も3008のドライブが楽しくて、そのまま海へ。おしゃれな3008は海沿いでも目立つ、海でもアクティブに遊べる車です。3008の高級感と快適性は一度味わうと癖になっちゃいます。一人でもデートにも、そして海にも山にも欲張りなドライブがしたくなる、そんな車です。さあ、今回のザ・モーターウィークリーは青い目が見た車選びをお送りしました。いかがでしたでしょうか。やっぱりピーターさん、86と BRZ が海外でも人気だって聞いて嬉しいです。でしょ、うん、これからもっとね人気が出ると思う、うん、これからそうですか。いや、なんかうちの子頑張ってるみたいな、そうそうそう、ちょっとお母さん的な感覚に痛いんですけど、ほっとした、ほっとする、なんかよくやってるわねみたいなね、嬉しいなと本当に思いますけど。でもその次の子供も出てきてほしいよね。そうですよ、次の子供も生まれてほしいね。さあ、今日の番組のですねオフショットは番組ブログに掲載しています。そして今週はプレゼントが2つあります。まずはスバル BRZ のタオル、こちらを6名様にプレゼントします。首に巻くマフラータイプのタオルと言ったらいいんでしょうか。スバルブルーに BRZ のロゴとイラストが入ってます。かっこいいね。はい、そうなんです。で、さらにもう一つ、今年ニュルブルクリンクで行われた24時間耐久レースのスバル STI のステッカーとタトゥーシール、こちらを2枚セットにして8名様にプレゼントします。ステッカーの方はですね、5台のマシンが1台1枚のシートにまとまったステッカーとなっております。そしてもう1枚、こちらはシールになるんですけど、これがね、また面白いんですよ、ピーターさん。タトゥーシールね。そうなんです。はい、顔に貼るタトゥーシール。今ね、子供たちに大人気なんですよね。あ、そうなんですか。うんうんうん、日の丸とか、あとインプレッサとか、STI という文字とかね。うん、これやっぱり貼って、レース観戦に行きたいですよね。行きたいね。またニュルブルグリンク行きたいな。ああ、じゃあ二人で貼っていきましょう、ピーターさん。いいよ。オッケーオッケー。さあ、プレゼントご希望の方は、BRZ のタオル、または STI のステッカーと希望のプレゼント名をどちらかお書きになってメールでご応募ください。メールには番組へのご意見、ご感想などもぜひ一緒に書いて送ってくださいね。メールアドレスは、mw@interfm.jp。mw@interfm.jp です。たくさんのご応募お待ちしています。さあ、ということでピーターさん、本日もありがとうございました。ありがとうございました。さあ、来週は乗ってミラージュの CM でも話題になっている三菱ミラージュです。気になっている方も多いと思いますが、発売前に私ミラージュに試乗してきました。すごく運転しやすかったです。その時の模様とゲストにはモータージャーナリストの佐藤久美さんをお迎えしてじっくりと魅力を語ってもらいます。どうぞお楽しみに。ザ・モーターウィークリー、お相手は藤本恵美里でした。また来週。